フロムヘルトは、アラン・ムーア原作、エディ・キャンベル作画のグラフィック・ノベル作品。19世紀末に起きた、キリサキジャック事件を題材としており、事件の核心を除けば内容は史実に基づいている。殺人の謎を解くために、全宇宙の謎を解くようなミステリーとして構想され、魔術的な世界観を背景に、後期ビクトリア朝当時のイギリス社会と20世紀への、 映り変わりを総体として描くテーマがある。題名は、真犯人が送ったとされる、地獄よりと署名された手紙から、1989年から1998年にかけて、小出版社から雑誌連載やコミックブックとして発表され、1999年に単行本化された。アイズナー賞複数部門など多くの受賞がある。2001年には、同題で映画化された。 日本語版は2009年にミスズ書房から刊行された。物語本編は全14章及びプロローグエピローグで構成されている。単行本のホイアイはそれらの仲介である。ホイ2、カモメドリのダンスは24ページの独立した漫画作品で切り裂き、ジャック現象についての考察が描かれている。1884年、ロンドン。クラレンス公爵。 アルバート・ビクター王子は諸人を装って貧困地区イーストエンドに出入りし結婚して子まで儲けていた。王子の祖母・ビクトリア女王は事態に気づくと相手の女を精神病院に遊兵し王室付きの医師ウィリアム・ガル博士に命じて正気を失わせる。周文は露見を免れたかに見えたが赤ん坊を世話していた売春婦メアリー・ケリーが父親の出自を察し 三人の同業者と共に、恐喝を企む。ビクトリア女王は女たちを排除すべく、再びガルに密命を下す。ガルは幼い頃から、崇高な使命に身を捧げる望みを持っており、卓越した医師、フリーメイソンの後意者として、女王の信任を得るまでになって、なお飽き足りないものを感じていた。しかし、老境に至って、発作で、意識もおろうとする中で、フリーメイソンの進格。 ヤーブルオンの権限を目撃し、刑事を受けたと信じる。神秘思想にのめり込んでいったガルは、女王の命令を契機に、大いなる豪気とする。それは、古代から脈々と受け継がれてきた男性による女性の象徴的支配を再生し、存続させるための生きにえ儀式だった。ガルは手始めに、助手に雇った御者ジョン・ネトリーと共に、ロンドン市内の歴史的建造物を巡って回り、 古代の助見文化が断剣文化に征服され、月が太陽に追い落とされ、無意識が理性の虜とされてきた歴史を解き明かしていく。ガルは売春婦の創屈ホワイトチャッペルで女たちを惨殺していく。新聞社が名付けた切り裂きジャックによる恐慌は、ロンドン全体を恐怖に陥れ、女王やフリーメイソンもガルの暴走を憂慮し始める。 殺人を繰り返すガルは現実とも妄想ともつかない、超常現象に遭遇し、異なる時代の事物を垣間見る。ガルは、心身耗弱に陥りつつあるネトリーを、地獄の出口はその最新奥にあると説きつける。最後の殺人によって、大いなるゴーは、絶頂を迎える。一種の帰り状態で死体を解体するガルの前に、異なる時代のビジョンが現れては消える。 不意にガルは未来のロンドンにいる自分に気づき、紅葉と共に、己の儀式が20世紀のありようを定めたことを悟る。しかし、応援機器が並ぶオフィスで正紀なく、仕事に忙しむ人間たちはガルに目をくれようとしない。苦痛と恐怖に満ちた歴史を失認する未来人をガルは言葉の限りに罵り、外嘆し、無残な姿となった遺体を抱擁する。やがて奇跡は過ぎ去り、 ガルは、ネトリーに、仕事の終わりを告げる。霊能者を自称して女王に取り入ったロバート・リーズは、ガルに、個人的な恨みを持っていた。リーズはガルに、殺人の汚名を着せようと考え、捜査に当たっていたフレデリック・アバーライン警部に、犯人の正体を霊視したと告げる。アバーラインとリーズに面会したガルはもはや保身など、頭になく、即座に罪を認めて二人を驚愕させる。 しかしフリーメイソンの影響下にあるスコットランドヤードは報告を握り潰す。ガルはフリーメイソンの審問会に引き出され、列席者を苦労して己の業を誇ったため精神病院に送られることになる。数年が経ち、独房で死に瀕したガルは、束の間の神秘体験を迎える。ガルの霊体は黒い波紋となって歴史構造の隅々まで広がっていき、 その存在を感知した各時代の原始者、芸術家、シリアルキラーラに霊感を与えてゆく。神々の座に向かって上昇を続けるガルは、最後の瞬間、アイルランドで暮らす一人の母親になぜか引きつけられる。殺された犠牲者の名を娘たちに与えた女は、偶然に助けられて、ガルの手を逃れた娼婦の一人なのかもしれない。女は、ガルの霊魂を見返し、 地獄に戻れと吐き捨てる。1923年。アバーラインは事件の裏に王室の意志があったことを突き止めたが、リーズと共に沈黙を保ち、潤沢な恩給を受けながら生きながらえていた。老人たちは、真犯人に偽装されて殺されたモンタギュードルイットの墓を弔い、さらに浜辺で語り合う。暗い記憶を共有する二人は、新しい世紀に待ち受ける騒乱を感じ取っている。 翻訳者、八木下紀一郎は、ウィリアム・ガル博士の魔術行為が示される2章、第4章と第14章が本書の白尾だと述べた。第4章において、ガルは馬車でロンドンを一周しながら、無学な魚舎、ネトリーに歴史的な建造物の由来を語って聞かせる。過去の時代に視点が映ることもなく、石造りの建築を背景にした会話シーンが30ページ以上。 続く単調な構成はストーリー漫画として異色であり、作者たちも誠否を危ぶむほどだった。しかし、実在のランドマークと上絶な因由によってオカルト的歴史観が展開される。この章は作品の重要な一部、最も効果的な章の一つと評されている。ミステリ評論家戦外章のは、変質教的なまでの史実へのリサーチからオカルティックな原現を、 魂マ的に浮かび上がらせる技巧が本作の深骨調だと読んだ。ガールが読み解く歴史の根幹には男性イコール太陽が女性イコール夏にとって変わる現初の陰謀がある。戦死時代に800万年にわたって女性が占めてきた支配的地位は6000年前に男性が象徴という武器を手にしたことで覆ったのだという。象徴によって男性は女性を引きずり下ろし、 象徴によって抑え込んだ。なんと、強力な魔法だろうか。象徴的な戦いの一例として、月の女神、ディアーナへの信仰が、キリスト教や、イギリスの民間伝承に見られるカリウドハーンに、置き換えられたことが挙げられる。ガルの売春不殺害も、出産の神秘に支えられた女性の権威を失墜させて、男性の力を再確認するという、古代から続く、 生贄儀式の一種である。ガルは、ロンドンの各地に眠る歴史を掘り起こすことで、国家の安定の名のもとに犠牲にされてきた異教の力にアクセスするのと同時に、暴力による支配を維持しようと試みる。作者ムーアはこれらの発想を、イアン・シンクレアの著作、ルッドの熱や、ホワイト・チャッペル、火の痕跡、及びロバート・グレーブスから示唆されたという。この章では、 ニコラス・ホークスムアの建築作品が中心的に扱われている。ホークスムアはフリーメイソンの一員であり、教会建築に異教の意象を取り入れたことから、オカルティストの間で関心が高く、本作以前にもシンクレアやピーター・アクロイドの小説で取り上げられている。ガルの説によると、ホークスムアはディオニュソス建築家を手本にしていた。もともとフリーメイソンという団体自体、 古代クレタ文明の流れを組むディオニュソス建築家が中世の建築家ギルドに迎え入れられて成立したものである。ガルはそこにディオニュソス的な非理性と建築家としてのアポロン的な理性を兼ね備えた矛盾した存在を見る。理性と非理性、狂気、無意識との対立も、また男性原理と女性原理の二元論の一部とされる。作中で訪問される数々のランドマークは、 地図上で、まがまがしいご防勢を描き出す。その中央にあるセントポール大聖堂はガルによると、男性原理の革新的な象徴であり、建築構造に埋め込まれたテッサが、無意識、月、女性性をそのうちに縛り付けている。ムーアはこの章の単調なプロットを作品として、成立させた、作画家エディ・キャンベルを称賛している。キャンベルは、描写に少しでも、緩急をつけるため、 ガールラが立ち止まっている時は背景を写実的に描き、馬車で移動している間はスケッチ風のタッチに変えて、細部に目が留まらないようにした。また余計な部分で読者が混乱しないように、馬車が東に向かうシーンでは、人物は右を向き、西に向かうシーンでは左を向いている。この章は丸1日の出来事であり、太陽の動きを計算に入れて、絵の光源が設定されている。 第14章でガルは次元の壁を超越し、すべての時間に偏在する存在となる。作者は実在の歴史記録に残る幽霊の目撃眼や頂上現象をガルの霊体と結びつけている。例えば、ウィリアム・ブレイクは実質で全身鱗の怪物を原始し、そのスケッチをもとにのみの幽霊を制作したとされているが、作中では怪物の正体はガルである。 また、作中のロバート・ルイス・スティーブンソンはガルに見せられた悪夢によって、ジキル博士とハイド氏を着想する。1888年の切り裂きジャック事件の前後に、実際にあった、類似の事件は、歴史を貫いて、螺旋的に配置された一連の四次元構造だとされた。その始めは、ちょうど100年前の1788年に、ロンドンモンスターと呼ばれる人物が、 数多くの女性を死傷した事件だった。切リサキジャック事件の50年後、1938年には、カナダのハリファックスで、架空の通り魔、ハリファックススラッシャーに関する集団ヒステリー事件があった。その25年後、1965年には、イギリスのサドルワース・ムーアで、イアン・ブレーディラが数名の未成年を殺害する、ムーアズ殺人事件が起きた。その12年後、 1975年には、ヨークシャー・リッパーこと、ピーター・サト・クリフが、売春婦を次々に殺害した。本編と異なり、メタ的な観点から描かれた24ページのコミック。大勢の、リッパロロジストが補充網を振り回して、カモメを捕らえようとしている、象徴的なコマで始まる。カモメイコール・ガルは、主人公・ガルを刺すだけでなく、愚か者、デッチ上げ、詐欺師、 ミズリードという意味も込められている。ここで訴状に載せられているのは事件そのものというより、ジャックに映し出された我らのヒステリーであり、作者のムーア自身も霊障を免れていない。結末には、リッパロロジストと執筆当時のロンドン再開発が、いずれも歴史上の悲劇を作手していることを風刺するシーンが描かれている。この作品では、20世紀全体にわたって、 多数刊行された切リサキジャック事件の真相と称する文献を通覧することで事件についてただ一つの真実を得るのは不可能だという考えが示されている。資料調査によって真実を明らかにしようとする試みはフラクタル図形を無限に細密化することに様々な説が争いあって歴史が形成される様子はダーウィン的闘争に例えられた。 言語版1980年代にウォッチメンなどでスーパーヒーローコミックを新しいレベルに押し上げたアラン・ムーアは作品内容への制約や著作権の問題で DC コミックスとたもとは勝ちブームに湧くメインストリーム界に背を向けて独立系出版社でアート志向の作品に取り組み始めた1988年から1989年にかけて構想された長編には フロムヘルのほか、フラクタル数学と社会ハリアリズムを組み合わせたビッグナンバーズ、児童文学とポルノグラフィを組み合わせたロストガールズがある。これら、ムーアの言う一大史的作品期にあたる作品はキャリアの中でも際立って作家的野心にあふれている。フロムヘルは経営の安定しない小出版社から発表され10年にわたる執筆期間の中で何度も 半元を移った。書質はアンソロジーしタブーの連載である。同紙は DC 作品スワンプシング・デムーアと共作した作画家スティーブ・ビセットが自身の出版社から発刊したもので優れた作家人が集まっていたが5年間で7号が発行されたのみで消滅した。フロムヘルは第27号に第6章までが掲載された。 その後は独立シリーズとして再刊されたが、発行元はムーアの個人出版社マットラブからツンドラへ、さらに同社を買収したキッチンシンクへと移り変わった。1996年までに本編全14章とプロローグエピローグを収めたコミックブック15が発行され、最後に1998年の第11号でエッセイコミックカモメトリのダンスが発表された。 しかしキッチンシンク版の発行部数は4000部前後に過ぎず多くのコミックファンの目に留まることはなかった。1999年には前後がペーパーバック書籍にまとめられた。それまでの版元がすべて活動を停止していたため、作画のエディ・ギャンベルが自ら出版を行った。1990年代には主にイメージコミックスでの堅実なスーパーヒーロー作品で、 知られていたランウーアだったが、単行本化は再び、コミックファンの注目を浴びるきっかけとなった。発行部数は、当初の数千部から、2001年の映画化を経て20万部まで伸びた。しかし、取り継ぎ会社の倒産などの困難に見舞われたキャンベルは、出版業を断念し、第6版以降の米国版権を順大手イデュー参加のトップシェルフに移した。 同社からはハードカバー本ーも出版された。英国ではノックアバウトが単行本の版元となった。ここまでの版はすべて白黒だったが、キャンベルによってデジタル彩色が施されたマスターエディションが2018年9月から刊行され、2020年に単行本化された。この時、交渉ミスや整合性の乱れを修正するために大幅な書き直しも行われた。 1994年にはムーアが書いたスクリプトを第3章まで集めた書籍フロムヘルザ・コンディート・スクリプッツボリューム1がボーダーランズから出版された。90ドルの高額なハードカバーで続刊も計画されていたがキッチンシンクとの半券トラブルにより頓挫した。2013年に刊行されたザ・フロムヘル・コンパニオンはエディ・ギャンベルが指導していたスクリプト原稿や 資料写真などにコメントをつけたものである。本作は、猟奇殺人や性行為を露骨に描写しており、南アフリカや英国で禁止処分を受けたことがある。オーストラリアでは、最後の犠牲者が解体されるシーンを含む、コミックブックの号が税関で問題にされ、シリーズ全体は輸入を差し止められた。この時、オーストラリア在住のエディ・ギャンベルは当局に、 作品全体の制作意図を説明することで輸入禁止処分を取り下げさせた。さらに再び同様の問題が起きないようにランダムハウスの使者と交渉してオーストラリア国内での出版を取り付けた。日本語版、エディ・ギャンベルは日本での切り裂きジャック人気を認識しており、日本の出版社に本作の版権を売り込もうと何度か試みたが、なかなか実現しなかったという。 2009年になって、ミスズ書房から上下巻に分けられた日本語版が刊行された。人文系の学術出版社として知られるミスズ書房が初めてコミック作品を出したことは驚きをもって迎えられた。出版を企画したミスズ書房の編集者は、ムーアの読者は1コマからでも途方もない量の象徴を読み取れるという漫画館に惹かれて本書と出会い、 日本の漫画とは全く異なる方向の進化形として、翻訳する価値を認めたと述べている。その際を強調するため、コミックではなく、グラフィックノベルという呼び方が前面に出された。翻訳は、猟奇殺人に詳しいヤギ下キイチロウが2年の歳月をかけていった。2019年には合本となった真相版が出た。アラン・ムーアー。私は、 本作で初めて物語の中にどれほどの密度、どれほどのスケールを入れられるか学んだのだはじめに、ムーアの頭にあった題材は殺人だった。正確には殺人そのものではなく、そのような極限的な行為が引き起こす複雑に絡み合った波及効果だった。ムーアは、ダグラス・アダムズの小説、ダークジェントリー全体論的探偵事務所の題名に触発され、犯罪を 全体論的に解き明かすには、背景となる、社会全体を解き明かさなければならないというアイディアを持っていた。そこ、殺人では、社会的な制約の壁が決壊し、恐ろしく力強く粗暴なるものが動き出すそれは、社会へと影響を及ぼし、さざみを立てうるような何かだ。殺人のように人間的で強烈な一個の出来事を、十分細密に見つめれば、 それが起きた世界全体についてのいくつかの大きな解釈を提示できそうだと気づいた。アラン・ムーは、サクソン・ブルックによる2002年のインタビューモデルとなる現実の事件としては、1935年に妻と、ウバを殺害したバックラクストンのような比較的知名度の低い殺人事件が検討されており、調べ尽くされて、手垢のついた霧先ジャック事件は考慮の外だった。しかし、 事件から100年目となる1988年前後に英米で切り裂きジャックブームが起き関連書籍に触れる機会が増えるとそこに未開発の力強いテーマが残っていることに気づいた切り裂きジャック事件は未だに解決しておらず犯人と名指しされた人物も数十人に上る1959年の切り裂きジャックの正体以来歴史資料をもとに 事件の真相を解き明かす形式のノンフィクション本は数限りなく出版されてきた。ムーアはその中の一冊、スティーブン・ナイトの切り裂きジャック最終結論から基本設定を借りることにした。ナイトによると事件の核心はイギリス王室のスキャンダルを隠蔽しようとするフリーメイソンの陰謀だった。プリンス・エディとあだ名されたアルバート・ビクター王子が平民との間に設けた 非政治の存在を知った女たちを抹殺するのが犯人の目的だった。このシナリオは根拠の薄いもので出版直後から多くの反論を受けていた。ナイトの情報源であったジョゼフ・シッカートはプリンス・エディの孫を自称するいかがわしい人物で後に証言を翻した。しかし事実かどうかは重要ではなかった。ムーアの関心はフーダニットではなくむしろ事件の終焉で生まれた。 神話、風説、伝承に向かっていた。同時代の社会思想について、広範な調査を行う中で、数学者、ハワード・ヒントンの時間理論、小説家、イアン・シンクレアが先弁をつけた、ロンドン市の再解釈、母権性、不権性という観点による神話の読み直しといった、幅広いテーマが浮かび上がってきた。ナイト説を採用することで作品に取り入れられた、フリーメイソンの伝承や、 独特の時空間は、これらの構想とうまく合致するものだった。共作体制エディ・キャンベル。言い過ぎかもしれないが、これほど、視座の高いものを書こうとした奴は、過去に一人もいなかった当初アラン・ムアは、バットマン、キリング・ジョークで共作した、作画家、ブライアン・タルボットと、再び組むことを考えていた。しかし、フロムヘルの構想を聞いた出版社、スティーブ・ビセットは、 この物語が内包する暴力性に溺れない資質を持った作画家が必要だと考え、タブーの寄稿者の一人、エディ・キャンベルを提案した。キャンベルはイギリスのスモールプレスシーンで早くから活躍していたコミック作家で、日々の出来事を印象主義的な描線で描いたスライス・オブ・ライフ作品の先駆者だった。ムーアは連載の途中まで切り裂き、 ジャックを登場させずにゆっくりと世界観を固めるつもりであり、序盤の静かなストーリー展開にはキャンベルが適任だと考えた。連続殺人を題材としたホラーへの起用はキャンベル本人としても意外であったが、本来のくつろいだ雰囲気の作風とは正反対の内容に取り組む中で新しい境地を開いていった。ムーアのスクリープとは、長大な散文で書かれており、 コマごとの構図を詳細に指示するだけでなく、鋭い習字によって作画家が再現しきれないほどの情報を伝えるものだった。スクリプトの長さは、最大で作画原稿1ページあたりに2 0 0ワードに達した。キャンベルのことによると、他の原作者なら、雨が降っていると書いて済ませるところでも、ムーアのスクリプトでは、雨音は、気が滅入るようなロシアの長編小説のリズムで、 途切れ途切れのモールス信号を打電するとなる。聖地極まるムーアのビジョンを紙の上で外滅し、物語をよどみなく進ませたのはキャンベルの手腕だった。読者をコントロールしようとする、作劇法を好まないキャンベルはムーアのスクリープトから過剰な演出を取り除くのが常だった。例えばあるキャラクターは初登場時に読者の心に残る強烈な奏房を見せるはずだったが、キャンベルは 帽子で顔が半分隠れたさりげない絵を描いた。背景となる、ロンドン市街の側溝をワニが張っているという描写は説得力を出す自信がなかったので、スクリプトから取り下げてもらったという。ムーアが指示した映画的なカメラワークの代わりに、キャンベル流の固定視点を採用した場面も多かった。ムーアはキャンベルのイメージの固着力と、 人間的な現実感覚を備えた作画を称賛し、それがあってこそ、クライマックスでの刑事上的な幻想の本流が可能になったと述べている。コミックスジャーナル氏のレビューは二人の共作を、ほとんど不可分なほどと評した。交渉作者らは作品に説得力と迫真性を与えるため綿密な交渉を行った。ムーアによると、物語の内容は事件に関する基地の事実となり、 一つ矛盾しておらず、逆に関連する事実は一つ残らず物語に取り入れられている。そのため、事件の真相が完全にフロムヘルに描かれた通りだったとしてもおかしくないという。主たる参考元であるスティーブン・ナイト説の矛盾点は入念にことされている。また例えば、ある場面にある人物を登場させたいが、資料的な裏付けがない場合、 アングルやフォーカスを工夫することで人物が特定できないようにされた。当時のロンドン市民の生活も史実に沿って再現されている。安宿のベッドに払う金もない女たちが座ったまま、物干し綱で壁に縛り付けられて眠る印象的なシーンは映画版にも引用された。コミックブック版には各号の巻末にページごとの詳しい注釈が載せられた。 観光本でホイッとしてまとめられた注釈は40ページに達した。そこではムーアが創作したシーンはそれと明記され、そうでない部分は転居が示されている。ムーアはそれぞれの文献の信憑性を評価してもいる。背景に描かれたロンドン市街は大量のリファレンス写真に基づいている。それらの写真の多くは在英のムーアによって撮影され、 オーストラリア在住のキャンベルに送付されたものである。社会論ムーアは、フロムヘルのテーマについて、切り先、ジャックの殺人は、ビクトリア時代を丸ごと目視録的に要約したかのようだ。20世紀の惨劇の多くを予兆してもいると述べている。事件が起きた1880年代は、ムーアによると科学、思想、政治、 芸術の分野で次世紀につながる新しい流れが生まれた時期だった。この頃物理学では原子爆弾の全段階となる発見が行われつつ、あり、シオニズムと反ユダヤ主義の両者が浸調し、最初のイスラム原理主義武装闘争であるマフディの反乱が始まっていた。連続殺人と時を同じくして起きたアドルフ・ヒトラーの受体は、作中で直接描かれている。またムーアは、 当時のエミール・ゾラやポスト印象派の芸術作品で、売春婦が労働者階級の象徴とされたことを指摘している。ムーアは、綿密な調査によって、当時の時代状況をはるかな高度から俯瞰し、事件を中心とする広大なランドスケープを作品に取り入れようとした。コミック研究者、クレッグ・カペンターは、本作が女王の玉座から売春婦の寝床に至るまで、 全ての社会階層にわたるビクトリア朝の歴史を描いており、ミソジニー、反ユダヤ主義、ジンゴイズム、陰謀論、建築理論、時間の理論、暴力の本質、イギリス史、モダニズムの起こりのような大テーマを数多く織り込んでいると書いたアラン・ムーアに影響を与えたインシンクレア。ムーアは、ウィリアム・ブレイクの系譜を継いで、強度の中に散らつく些細な事実をもとにして、 独自の宇宙論を作り出すナットウエストタワーは20世紀企業文化の象徴としてガルの前に立ちはだかる。執筆当時のイギリス社会を批判することもフロムヘルの狙いの一つだった。1980年代の英首相マーガレット・サッチャーは大英帝国を復活させようと唱え、倹約、勤勉、資本主義のようなビクトリア朝的価値観を基本とした。しかし、 同政権が打ち出した新自由主義的な経済政策はビクトリア朝時代に通じる巨大な貧富の差を生み出した。フロムヘルは100年の時を経た二つの時代を対比させてこの構造を浮き上がらせている。切り裂きジャック事件を通じてサッチャーの復古主義を批判する試みはムーアに影響を与えたヤン・シンクレアのホワイトチャペル、火の痕跡にも見られる。ムーアとシンクレアはいずれも 心理地理学的な論考により、圧生特通の歴史を象徴する都市として、ロンドンを再構成してみせた。エリザベス法は、本作が世俗化した観光名所からなる、公式のロンドンに代わる、新たな地図を作り出したと書いた。カーペンターは、流血に次ぐ流血で築かれた20世紀は、再現なき否認主義によって美化された。フロムヘルは、 私たちの否認に挑戦を突きつけると述べている。女性論1980年代には切り裂き、ジャック事件の需要がフェミニズムの観点から論じられ始め、ジャックの犯罪が神秘的で不可解な悪などではなく、社会に内在する拡張思想の帰結だという指摘がなされた。作者ムーアも切り裂きジャックが大きな社会的関心を集める理由の一つに、 ビクトリア朝から現代まで社会構造に深く浸透しているミソジニーとの関わりがあることを意識していた。作中では権力機構がガルの強行を支援し、同時代の男性の多くがジャックに自己投影することで、事件の女性像的な性格が強調されている。しかし、グラスゴー大学のクリスティーン・ファーガソンは本書の殺人描写が戦場的だと主張し、 女性像を犯罪が、超常的な歴史の必然として扱われていることを問題視した。ファーガソンによると本書は、反権力、カウンターカルチャーの姿勢を盾にしたミソジニーの発露だった。一方で、アルバータ美術大学のアレックス・リンクによると、作者ムーアは、切り裂きジャックが文化的産物であることを十分に認識しており、殺人行為の基盤にある階級格差を作中で、 はっきりと描写している。アグデル大学のマイケル・プリンスは、本作が拡張思想に支えられた組織的な性暴力の構造を案に描いていると主張した。物語の終盤に登場して、ガルの霊体をたじろうがせる女性は、カボチョウ的な文化の存続を示唆するとされた。ムーアのスクリープとでは、その女性が告発の視線を投げかけるのは、ガルだけではなく、 画面の向こうの私たちでもある。本作における売春婦の描写は独々しく官能的な美女や逆に歯抜けの醜い老婆のようなステレオタイプではなく、その年齢の女性が職業的な要請に従ってできるだけ美しく装った姿として意図されている。ムーアは従前の切り裂きジャック物語では犠牲者が個性を備えた人間として扱われて、 来なかったと発言している。ムーアは、猟奇的な殺人行為を描くにあたっても、既存作品のように、ほとんど、ポルノと同じショッキングで戦場的な描写は、避けようとした。現実に起こったことを虚心に、苦痛を伴うほど正確に細部まで再現することが、犠牲者への敬意だと考えていたのだった。これらの描写からは、怒りと共感が読み取られている。 大衆文学の授業でフロムヘルを扱っているオクラホマ州立大学のマーティン・ウォレンは本作は切り裂きジャック事件を扱った作品につきものだった。戦場性を暴力とセンセーショナリズムに魅了される我々についての自覚的な批評に変えてみせた。我々はこの作品を通して戦場的な文学や映画が持つ作手性について語ることができると述べている。 魔術論魔術と神秘思想は本作の大きな部分を占めている。評論家、夏目房之助は最後の殺人に向かって徐々に異常をきたし、ついに原始から実際に時空を超えてゆく圧倒的な描写を圧巻と呼んでおり、翻訳者、八木下紀一郎はガルの魔術的行為が描かれる二章を白美としている。作者ムーアは実人生でも、 魔術師と名乗って魔術を実践していることで知られる。そのきっかけとなったのは本作の執筆だった。作中、主人公のガルは議論の余地なく神々が存在する場所。それは我らの精神の中だというセリフを口にする。ムーアは自分が書いた言葉が真実を言い当てていると感じ、一つの啓示と受け取った。四十歳を目前にして、ムーアは自身の思想を 根底から再構築し、その中心に魔術と神秘学を置くことになる。共作者ギャンベルの説明によると、ムーアが悟ったのは、神の実在あるいは不在といったことではなく、想像力の至上性だった。ムーアが言う魔術とは、象徴を操る力のことであり、想像力が世界と、相互作用する芸術という行為は魔術そのものだった。以降の作品には、プロメタを筆頭に、 魔術の要素が取り入れられるようになり、あるいは執筆それ自体が魔術の実践となった。この展開には、ウォッチメインやフロムヘルのような徹底した計算に基づく作風が、いつか形外化することを恐れていたムーアが、新しい方法論を求めたという面もある。技術や論理よりも、直感と感性に頼って、第四の壁を破り、読者の信用に、 アクセスするのがムーアの新しい目標となった。ムーアの魔術的思考の特徴に非観線的な時間感覚がある。ヤギ下によると、ムーアの世界観の中では、象徴を通じた因果関係が時間の流れの双方向に伸びており、過去、現在、未来の事象が一体となって、現実のマトリックスを形作っている。時間はムーアが執着していたテーマの一つで、過去作、 ウォッチ面でもすべての過去と未来を常に知覚しているキャラクターが登場していた。フロムヘルではこの時間間がプロットの中核を占めており、物語の序盤で主人公ガルの友人ジェームズ・ヒントンの息子ハワードが唱えた数学的な時間理論が紹介される。それによると、時間は全体として一つの構造物であり、流れていくように見えるのは人間の知覚の限界でしかない。 互いに無関係に見える一連の事象も、四次元世界の幾何学形状が三次元世界に落とした影である。作中の言葉によると歴史には建築構造がある。それを裏付けるように、作中であるは未来の二十世紀世界を原始し、過去や未来の事件に干渉する。ストレートなストーリーテリングが施行されており、ムーアのスーパーヒーロー作品で顕著なメタフィクション性は、 弱められている。広範な歴史的因縁が行われている一方で、後年の作品、リーグ・オブ・エクストラ・オーディナリー・ジェントルメンのように、先行作品のマッシュアップは行われておらず、プロメテアのように、コミックメディアによる論説といった性格も薄い、物品のモチーフが反復されるのは、ムーア作品の特徴の一つである。本作では、ブドウ 鋭利な器具、増物などが様々なシーンで影に火に描かれている。武道は、ガルの宗教的使命感と結びつけられており、心臓発作とともに、神の啓示をかいまみるシーンや、ロンドンの象徴をめぐる、ツアー、最初の殺人などをつなげている。タブー連載時には、迷子に添えられたイラストの武道が、少しずつ減っていくことが結末へのカウントダウンとなっていた。 モチーフの反復は何かに追いかけられているような不安感を醸し出すだけでなく時間の構造性のテーマを補強する役割も持っている。ムーアの過去作、ウォッチメント、同じく前編を通じてページ級分割を基本とした均質なコマ割りが行われており、そのフォーマットの枠内で様々な演出が行われている。連続するコマが 交互に二つの異なる出来事を描写するカットバックの技法は V4 ベンデッタなどでも見られる特徴的なものである。第8章32ページは33のマス目がカットバックによってチェス板状に分けられ縦横斜めどの方向に読んでも違和感がないように構成されている。またいくつかの章の第1ページは一見すると互いに脈絡のないコマが並んでいるだけに見える。 しかし読み進んでいくと、それらのコマは、後のページから無作為に切り取られたのだとわかる。この語りの手法には、主人公のガルが、魔術的に時間を飛び越えるストーリーと並んで、読者の単線的な時間感覚を格乱する意図があると分析されている。作者らの間には、近代コミック特有の映画的な語りの技法は、題材にそぐわないという認識があった。 特にエディ・ギャンベルはかねてから映画から無批判に取り入れられたコミックの技法に違和感を持っていた。その最たるものは仮想的なカメラをあちこち動かしながら短いショットを繋いでいく小回りの文法である。そのようなウィルアイズナー的なカットの多様は絵のロジックを寸断してしまうというのがキャンベルの持論だった。キャンベルが描きたいのは人体が細やかなボディランゲージを交わす様子であり、 そのためには全ての動きを連続的に画面に収める必要があると考えていた。またギャンベルは映画的で奇抜な視点からの構図も避けようとした。例えばあるシーンでは無人の部屋を覗き込む景観を窓越しに見返す構図を指示されたのにもかかわらず屋外の景観をすぐ横から観察する位置にカメラを置いた。その他登場人物の内心や 画面外での会話などを伝えるキャプションも本作では排除されている。日本語版版本のミスズ書房は本作を日本の漫画とは全く異なる方向の進化系へと紹介した。際は小回りの文法において顕著であり、日本の書評家の多くが特徴的な9等分のレイアウトに触れている。日本語版の出版を企画した編集者は、 日本漫画がダイナミックな小回りを用いた映画的なストーリーテリングを特徴とするのに対し、フロムヘルの画面は均質で性的に見えるという。読者はそれにより、文章を行間まで読み込んだり、物語全体の構造に思いを馳せるような文芸作品に近い読み方を促される。翻訳者のヤギ下もアクション描写の違いを指摘して、日本の漫画でこういう小回りってあり得ないと述べている。 日本の漫画ならば一枚絵の中に動きを取り入れて表現するところをフロムヘルでは何気ない動きを複数のコマに割って中間を想像させる。そのようにして時間をかけて読んでいくことで初めてコマに込められた情報量の多さを味わえるのだという。評論家、上野昇氏はコマ割りされた静止画のもたらす緊迫感。 グラフィックノベルのダイナミズムは流動的な動き主体の漫画からは失われたものかもしれないと述べた。エディ・ギャンベルが画風を研究した当時の画家の一人、チャールズ・キーインの作品。他にジョージ・デュ・モーリア、チャールズ・ガナ・ギブソンの名も挙げられている。エディ・ギャンベルが本作に提供した絵は走り書きのように惹かれた多量の線を特徴とするスケッチ風のもので、 一般的なコミックブックと比べてはるかに冷たい印象を与えた。そこには19世紀末当時に描かれた報道画の荒い画風を再現する意図があった。第2章と第10章では理念のような質感の紙に黒インクで描いた上から白クレヨンでぼかしを入れることで二十世紀初頭の風刺漫画に似せる試みがなされた。これらのアートはすすけて、 陰鬱なビクトリア朝ロンドンの雰囲気を見事に上出しており、風間賢治は19世紀末ロンドンの梅園とブロードサイドのインクトで描いたような映画のストーリーボードを思わせるスケッチ風のミニマルな絵と表現している。いくつかのシーンでは荒い描線で描かれた貧民街のコマの間に柔らかくぼかしたタッチの上流生活が差し挟まれ効果的な対比を作り出している。 2018年のカラー版シリーズでもオリジナルの質感を崩さないように19世紀末の印刷物に近い沈んだ色合いが用いられた。鮮明な赤だけがその例外だった。ムーアは共作者ギャンベルの貢献を高く評価しており、一見ラフな描線によって人間の感覚的な経験を自然に映し取る作風が題材にあっていたという。ムーアによると本書で描かれるのは 戦場的なホラーコミックの世界ではなく、日常と実続きだと信じられるリアルな世界である。感情に訴えず、平静な視点からの描写に徹するのは、キャンベルのモットーでもあった。読者に恐怖を与えるべきシーンでも、キャンベルは大げさな視覚的演出を用いず、事実を事務的に伝えるかのように描写する。それがありふれた行為だという感覚は、 残虐行為の恐ろしさをはるかに純粋に感じさせることになる。フロムヘルはアイズナー賞を複数回受賞している。部門は最優秀定期観光作品、最優秀原作者、最優秀グラフィックアルバムである。コミックブックシリーズは1995年にハーベー賞と国際ホラーギルド賞を受賞している。1997年にはスモールプレスエキスポで イグナッツ賞を受けた。同年にコミックスバイヤーズガイド氏の読者選出賞でリミテッドシリーズ部門の最多得票を獲得し、2000年には単行本が最勘グラフィックノベル部門を受賞している。2001年アングレーム国際漫画祭ではエディショデルクールから刊行されたフランス語版が批評家賞を受けた。ファンや批評家の間ではウォッチメンなどと並んで、 アラン・ムーアの代表作とみなされており、最高傑作に挙げられることも多い。コミックスジャーナル氏は本作を、ムーアの最も完成され、最も野心的な作品と呼んだ。アメリカのコミック界では、本作がコミックメディアによる表現を大きく広げたという評価がある。研究者、チャールズ・ハット・フィールドらは、グラフィック・ノベルの可能性を示すプロトタイプとなった。 誰もが知るランドマーク的作品と述べ、2000年前後を代表する傑作だとした。クレッグ・カーペンターは、本作がコミックメディアに限界がないことを示したと書いている。ベンディクソンは、コミックメディアを定義する作品の一つと呼んだ。ウェブマガジン、スレートはコミック誌における本作の位置づけを映画、市民経営に例え、 大人向けのコミック作品が一種のブームになった90年代においても重層性と革新性は突出していたと評した。風間賢治はグラフィックノベルを一般のアメリカンコミックと異なる文学的なものと説明し、本作をその区分の代表作にして今日までの最高傑作とした。2009年に出た日本語版の評価は高く、前代未聞の改作、異常な対策、 こんなにすごい漫画、正直なところ、初めて見た、今年の翻訳物で一番の話題作にして、傑作など、多数の新聞、雑誌で絶賛された。作家、瀬名秀明は、第一印象を、癖のある絵柄と、難解な展開と言いつつ、一旦表現技法に馴染むと、神技のごとき技巧に精神をえぐられっぱなしと評した。近代イギリス文学の研究者、富山隆夫は、 日本のコミックスに特有の顔のアップも低級なエロっぽさも笑うに笑えないユーモアもない。まさしく歴史の雰囲気があると述べ、特にセリフの奥深さを称賛した。漫画評論家、夏目ふさの助は作品への引き込まれ方が小説を思わせると述べた。この漫画を読め。では、第16位、このミステリーがすごい。では、海外部門、第20位にランクインした。 売れ行きの面でも好調で5000部が標準とされる海外漫画の中では異例の2万4000部が発行された。その理由としては文学愛好者にアピールする内容だったことや映画評論で知られるギシタが翻訳したことにより海外漫画の固定ファンだけではなく広い読者層に受け入れられたためだと分析されている。本作がヒットしたことで 文学、映画、美術ファンを対象読者としてバンドデシネを翻訳出版する動きも生まれた。2001年にヒューズ兄弟の監督による映画版フロムヘルが公開された。原作では脇役だったアバーライン警部をジョニー・デップが主演した。映画化は原作の完結前、1994年頃から断続的に企画されており、原作者アラン・ウューアは 脚本執筆を打診されたが興味を示さなかった。完成した映画は原作と大きく異なり、犯人探しに力点を置いたサスペンス作品となった。アバーラインとメアリー・ケリーのロマンスが前面に出され、社会批評の要素は除かれ、ロンドンの貧民街や殺害シーンの描写には、戦場性が追加された。映画ファンからの評価は低く。 デビュー集積サイトロッテントマトズでは57%の点数がついた。1888年のロンドンが舞台。残虐な勝負連続殺人事件が発生し、アバーライン警部が捜査に当たる。数年前に妻子を亡くしてから無気力、そして刹那的に生きていた、彼は捜査の途中で出会った赤毛の勝負メアリーと惹かれ、会うようになる。被害者たちの知られざる共通項と、 この殺人事件の裏にフリーメイソンが関わっているのを嗅ぎつけたアバーライン警部だが殺人者の手はメアリーにも伸びていた。2014年 FX が本作のドラマシリーズを制作中だということが報じられた。映画版をプロデュースしたドン・マーフィーがエグゼクティブプロデューサーとなり、デイビッド・アラタが脚色を務める計画だという。ありがとうございます。